こんにちは、親父の家のジジイです。地方自治法施行60周年記念1000円銀貨幣プルーフ貨幣セット第3回目は鹿児島県です。私の奥さんの両親が鹿児島出身です。ですから奥さんは何度も鹿児島には行ったことがあるそうです。私は1回しかありません。1985年の夏です。回った場所は磯庭園。城山の西郷隆盛像は上野とは違うなと思ったことを覚えています。指宿で砂風呂に入りました。それ以来砂風呂に入ったことはありません。そして開聞岳を見て富士山によく似ているなと思い、フェリーで半島に渡り、当時の職場の同僚が鹿児島に帰省していたのでその家に泊めてもらいました。翌日車で佐田岬まで案内してくれました。その時に同僚のお父さんが「おいも行っと」と話し「俺も行くぞ」という薩摩弁だということが妙に頭に残っています。おいも行っと、おいも行っと、おいも行っと。私は鹿児島の島々や桜島は行ったことがありません。次に訪れる機会があったら行きたいなと感じています。今日は極楽についてお話をします。私の想像です。極楽は多分空の上の方にあると思います。ただ地球の周りの空の上ならば宇宙観測船ですでに確認されていてもおかしくありません。ということは地球の周りにはないと思います。そして三途の川があるということは水があることなので、太陽系の他の惑星ではありません。今の地球でも人々が溢れるぐらいいるので、今まで極楽に行った人の数を考えると相当に大きくて、さらに水や空気のある星でなくてはなりません。もしかすると死んだら魂が抜けて、その魂が太陽系を通り越してその条件にかなった星に移動するのでしょう。宇宙に飛んでいる観測船が
いつの日か極楽の星を見つけてくれたら面白いなと考えています。それではバイバイ。